初代バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズ、KG の紋章。ビリアーズ家は、イギリスの貴族の家系。ビリアーズのほか、ビリアーズ、ビラーズ、ビリアールズとも表記される。ビリアーズ家の紋章初代バッキンガム公爵、ジョージ・ビリアーズの肖像画。ビリアーズ家は名前に示されるごとく、フランス系の中産階級だった。レスターシャアのハイシェリフを務めた地主。 ジョージ・ビリアーズの同盟の4男ジョージ・ビリアーズはイングランド史に名を残す政治家の一人である。彼はスチュアート朝の初代国王ジェームズ一世の宮廷で急速に昇進し、1616 16年8月27日にビリアーズ死者及びバックス州におけるワットンのワットン男爵、1617年1月5日にバッキンガム伯爵、 1618年1月1日にバッキンガム公爵、1623年5月18日にバッキンガム公爵とコベントリー伯爵に助せられた。チャールズ一世の宮廷でも権力を握り続け、強硬なプロテスタントが多数を占める議会に支えられて30年戦争で、スペインやフランスとの戦争を指揮したが、かんばしくない戦況と財政から批判されるようになり、 1628年3月には、権利の正眼を採下して、議会の改従を図ったが、同年8月に暗殺された。バッキンガム校借位はその子ジョージに引き継がれたが、彼に子供がなかったため上期のバッキンガム校借位か6つの爵位は2代で耐えた。一方、1619年7月19日には、初代バッキンガム校のイボ長系ウィリアムが順断爵ドーボアニジョンが、 イングランド貴族、パーベック死者とバッキンガム州におけるストックダンに譲された。1623年4月18日には、同母弟クリストファーもウェールズにおけるアングルシー伯爵に譲されている。しかしこれらの称号、爵位も子孫が途絶えたために消滅している。初代バッキンガム公のイボジ系、エドワードの家系の実が現在まで続いている。 このエトワードはアイルランド貴族初代グランディソン子爵オリバー・シン・ジョンの名バーバラと結婚したため、その愛の子らは女系継承でリメリックのグランディソン子爵くらいを継承した。ウィリアム、ジョン、ジョージと兄弟順の相続が続き、ジョージの孫にあたる5代グランディソン子爵ジョンは1721年9月11日にアイルランド貴族、リートリム県のグランディソン伯爵に助されたが、 同白爵位は一代で耐えている。ただし、ウィリアムの娘、バーバラ・パーマーは、チャールズ二世の愛人となり、クリーブランド公爵に助せられ、バーバラとチャールズ二世の諸子チャールズ・フィッツロイと、ヘンリー・フィッツロイ兄弟はそれぞれクリーブランド公、グラフトン公に助せられ、クリーブランド公家は途絶えたが、グラフトン公家が、現在まで続いている。エドワードの罰子、エドワードの子エドワードは、 1691年3月20日に、イングランド貴族爵位、ケント州におけるダートフォードのビリアーズ子爵と、ケント州における方のビリアーズ男爵に除せられ、ついで1697年10月13日に、イングランド貴族、ジャージー伯爵に除せられた。三大ジャージー伯爵、ウィリアムの弟にあたるトマスは、 外交官としての功績から1756年6月3日に、兄とは別に、グレートブリテン貴族、ウィルトシャー州におけるヒンドンの配度男爵に乗されて、貴族院議員となり、ホイック等の政治家として、閣僚職を歴任し、1776年6月14日には、グレートブリテン貴族、クラレンドン伯爵に乗されている。 このジャージー伯爵家とクラレンドン伯爵家が2015年現在まで存続している。ありがとうございます。